どうもこんにちは、インターナルモノローガンの正人です。ですね、本日はですね、以前ツイッターで説明したんですけど、辞書、英語の辞書をですね購入してきたということでですね、ちょっとこうお見せしようかなと思います。これですね、こちらの方、はい、こういう風な、本屋ですね。名前は、ハリハートックっていうところですね。まあ、ハリーハートックですね。こういう感じの本屋なんですけど、まあ、結構オーストラリアでは、まあ、ちょこちょこ見られる本屋ですね。なんか割とおしゃれなんですけど、ですね。でこちらですね。こちらの辞書を買いました。マッコーリーコンサイスディクショナリー、8th edition ですね。もともとオックスフォード大学の辞書をですね、オックスフォードイングリッシュディクショナリーっていうのを19年前に買って使ってたんですけど、ちょっと本日売ってなかったっていうのと、まあこれが新しい一番最新のエディションっていうことなので、まあちょっと興味があってですね、この際ちょっとオックスフォードでなくてマッコーリーディクショナリーにしました。でこれを使ってですね、これから1ヶ月間をかけてですね、僕がどのぐらいの単語力があるかっていうことをちょっと調べたいと思ってます。はい。でまあどうなんでしょうね、8th edition ですけど、まあこうすごいオーストラリアの英単語とかですね、表現とかすごい入っててすごい興味があるんですね。はい。でまあ2020年バージョン、今年出たばっかりですので、まあ新しいこう2000ですかね、More than 2000 new words and definitions って書いてますね。まあ2000語以上の新しい言葉、新語とかですね、新しいフレーズとか入っててすごい興味があって、まあオーストラリア、独特の表現も入ってるかなと思って、まあちょっとすごい興味があって、これをちょっと勉強していこうかなと思います。でそうですね、ページ数はですね、Z まで行って、単語が載ってる Z ですね、最後が1425ページあります。はい。まあ結構な量ですね。まあでも1ヶ月ぐらいで大体読み終えるかなって感じですね。まあ全部一字一句全て全部読むわけじゃないんですけど、まあその要はその知っている単語をどんどん塗りつぶして、塗り絵にしていってですね、まあ最終的に、何語、僕がですね知っているかっていうことをちょっと検証していこうかなと思います。まあ、1ヶ月、まあ、かからないと思うんですけど、なるべく早く1日100とか200ページずつ読んでいこうかなと思っております。でそうですね、まあ、結構、まあ、見た感じそんなに知らない単語があんまりなさそうな感じなんですけど、まあでも、ちょこちょこで、まあすごい発音記号もちゃんと載ってますし、まあ、例文っていうわけじゃないんですけど、まあ、その、同音同義語ってスナニムとかですね、アントニムとかですね、あとはその何でしょう、例文ではないですけど、まあ、定義はすごい割と、まあ、平易な単語ですね、単語と表現とかですね、で書かれてますんで、まあ、すごいためになるかなと、すごいこう読みやすいですし見やすい、まあ、こんな感じですけどね、こういう感じですけどね、こんな感じですね。まあ結構細かく書いてるんですけど、まあそのまあいいんじゃないですかね、すごい、そう、まあ辞書ね、どうしようかと思ったんですけどね、ずっとこうオンラインでね勉強って言いますか、そのまあ正直辞書10年ぐらい使ってないんですね、全く。でまあ、元々はその語源っていうのが僕は好きで、その語源は全部覚えてですね、まあ、そこからこう毎日雑誌とかですね読書をしながら、まあ単語を増やしていったってわけなんですけども、特にこう辞書を調べることなく、まあ、辞書を調べるといってもこうオンラインで、まあ、調べるといっても意味っていうよりも、まあ、その発音記号をですね見て、まあ、どういう発音なのかな、たまにこう、スペルじゃちょっと判断できない、発音が判断できないっていうものを、まあ、こう辞書を引いてですね、発音記号を見て、で口に出してこう練習するっていう、まあ、それプラスその単語を使って、まあ、つまりその短文をですね作って独り言していくっていう感じに、
するやり方っていうのが僕のその一般的なこう学習スタイルっていうこと、まあ、それをこうこれからですね YouTube を通してですねこうお見せしようかなと思います。どのようにこう僕がですね英単語を増やしてきたかとかですね、どうやって覚えてきた っていうのもどういうふうにしてこう身につけてきたかっていうことをですね、お見せして、まあ、デモしていこうかなというふうに思います。まあ、これから英語学習をされたい方とかですね、まあ、今 まさに学習してて、まあ、初級、中級、まあ、上級の方、まあ、そのレベルはともかくですね、まあ、学習されている方で、まあ、とにかくその単語をこう増やしたい、まあ、なんですかね、単語をこう、どのようにして、ね、覚えていくかとかですね、この身につけていくか、英会話で使えるようにしていくかっていうことをですね、すごい興味持ってる方も多いと思うんですね。その僕がどういうふうにやってきたかっていうのを、まあ、そのツイッターでもちょこちょこ書いて、ですね、まあ、書いているわけなんですけど、まあ、その本当に実際どのようにしてこう、ね、単語をこう覚えてきてるかということをちょっとお見せしたことないと思うんで、まあ、それを今回、まあ、せっかくこの辞書をね、重たい辞書、まあ、6000、7000円ぐらいですかね、日本円で、まあ、そのぐらいの値段で買ったんですけど、まあ、これをせっかく買ったんで、これを使ってですね、約1ヶ月間かけて、うん、一緒にこう勉強していこうかなと思う。その中でこう最終的に僕はどのぐらいの単語量があるかっていうことをですね、ちょっと算出してみたいなと思います。まあ、すごい興味があるんですけど、まあ、多分、まあ、自称6万語なんですけど、まあ、どのぐらいあるんでしょうね。その6万もあるかどうかわからないんですけど、まあ、その、まあ、認識語彙としてはまあ6万語ぐらいですかね、大体なんですけど、まあ、その実際運用語彙って言われると、やっぱりかなり限定されば、はっきりと僕、大したスピーキング上手でもなければ、まあ、まだまだ流暢性もね、低いわけなんですけど、まあ、生活には困らない程度は一応喋れるんですけど、まあ、その、すごい込み入ったことになると、まあ、僕もスタックしたりとかですね、その言葉、どういう言葉を言おうかで、サーチ、頭の中で考えたりすることもあるんですけど、まあ、でも基本的には日本語で考えるっていうことはないんですよね。日本語を介するってことは、なぜかというと、今まで単語を勉強したときに、まあ、日本語を介してないからですね。まあ、こういった英辞書を使ってですね、覚えてきたってことなんで、まあ、こう定義も英語で覚えてきた。まあ、ただ、その頭で考えてこう理解しようってするときは、まあ、日本語をね、返すことあるんですけど、そのただ、読み物としてはですね、一切日本語を使ってきてませんので、まあ、そういう意味では、その、単語の日本語はどういう意味かなっていうのを考えながら喋る必要がないっていうことなんで、まあ、ストレスもこう軽減できてですね、まあ、かつ、まあ、英会話とかでもですね、そんなにこう、日本語で考えたりしながらこう喋るっていうことは、まあ、まずないかなって感じですね。そこがまあプラスかなと思う。まあ、あと英辞書のいいところっていうのは、まあ、その何でしょうね、まあ、その単語一個一個をこう意味を調べてこうね、こう、なんですかね、その覚えていくっていうよりも、その日本語だとね、日本語の英和とか和英だと、まあこう日本語の意味だけこう調べて、それを覚えても結局まあ日本語しか残らないわけなんですけど、まあでもこの英辞書をね使うことによってですね、まあ一個の単語をこう引いて発音を調べて、で音読して、でその短文とかですね、定義を使ってさらにこうアウトプット、こう自分でですね、こう独自でアウトプットするトレーニングってできると思うんですね。まあ、そういう意味ですごい紙の辞書っていいかなと思うんです。まあ、電子辞書とかですね、まあ、そのオンラインの辞書ももちろん悪くはないんですけど、まあ、ただその一度引いて、まあ、閉じてしまうと、まあ、なんか、まあ、まだ同じような繰り返しをしてしまう。つまりその一度調べた単語なんですけど、また、次回、ね、その 2、3日とか1週間後にまた同じ単語を調べることになって、まあ、全然気づかないですね。以前調べたかどうかと、調べたかどうかですね。まあ、ただその英辞書だとですね、まあ、こうマーキングとかそのハイライトとかしてですね、一回こう引いて理解したのをこうマーカーする。ということは次開いたとき、あ、そうか。前もなんか調べたなっていうのがわかるんですよね。まあ、そういう意味でこう、この、なんていうんですかね。まあ見る。調べてこう、その単語と出会う頻度っていうのはですね、英辞書の方が断然、まあ、高いわけですね。そうなるとまあ、単語の定着率も高くなるっていうことかなと思うんです。そういう意味ですごい英辞書おすすめかな。まあこういう時代だからこそ、まさにこういう英辞書をね、使って、覚えた方がいいのかなっていうふうに、まあ僕は思うんですけど、まあ必ずしもまあこれをね、絶対だっていうわけじゃないんですけど、まあ紙の辞書重たいですし、まああまりポータブルじゃないですよね。こんな太くて、こんなんね、何ですかね、まあこう手で持ってね、どっか出かけるなんて。なかなかしんどいし嫌ですよね。まあ、それよりも電子辞書とかですね、オンラインで
アプリとかですね使って調べた方がまあ瞬時ですし軽いですし、まあただやっぱこのねこうオールドファッションって言いますかオールドスクールって言いますか、まあ、こういった古いスタイルね、こう紙ベースのこう辞書をこう調べて、単語ですねこう勉強していくっていうことの意義っていうのはやっぱり今の時代だからこそあるのかなっていう感じがしますね。やっぱりまあたとえそのね電子書籍パソコンとかその便利な時代だとしてもですね、まあ、紙の、良さっていうのはやっぱりその、まあ、一度こう引いてねハイライトして記憶に残るっていうことも大きいですし、まあそのやっぱこう、まあ、目が疲れない、まあ、健康面って言ってもいい健康面でもまあいいかなっていう感じがしますし、まああとはそのなんでしょうね、まあやっぱ紙ベースの方が楽しいと思うんですよね。そのオンラインとかもまあいいと思うんですけど、まあ、ただ、まあ、紙で勉強するっていうことによって、まあこう、なんでしょうね、まあ、こうメモしたりとかですね、こう落書きしたりとか、いろいろこうできると思うんですね。まあ、そういう意味でこう、よりフレキシブル。まあ、外にも、ね、持っていくってなると、ちょっとね、ポータブルじゃないんですごい不便かと思うんですけど、まあ、家で勉強する分には、まあ、すごい紙がやっぱこう、今の時代、でもやっぱりこうね、有効かなと思うんです。まあ、ぜひこう使ってみてください。それでは、まあ、これからですね、1ヶ月間かけて、ちょっと、これをですね、カバーとカバーでね、これ読み終えて、どれだけ僕の単語量があるかっていうことを調べていこうかなと思います。まあ、ところどころですね、経過といいますか、どんな感じで勉強してるかっていうのを YouTube で上げていこうかなと思います。まあ、それでは、もし興味があったらですね、これからシリーズ化していくわけじゃないですけど、まあ、ぜひですね、また YouTube、僕の YouTube チェックしてみてください。はい。それでは、ご視聴ありがとうございます。Thank you very much for watching video and thank you for, I bought this new dictionary today, Macaulay Concise Dictionary. So over the next a month, I'm gonna review all pages and yeah. Anyway, see you guys, bye.